倉敷市は岡山県南部に位置する市。白壁の町並みが残る倉敷美観地区、本州と四国を結ぶ瀬戸大橋などで知られる。人口47.5万人を要し、中核市、保健所政令市に指定されている。岡山県下では、県庁所在地で東に隣接する岡山市に次いで、第2位の人口を要し、岡山市や周辺自治体とともに、岡山都市圏を形成している。 また、備中県民局の本庁が置かれ、県西部の中枢都市としての機能も有する。市中心部の倉敷川沿いの一帯は、江戸時代に幕府直轄地として繁栄し、和洋織りなす、白壁の街並みが今も美観地区として保存され、県内有数の観光の街としての顔を持つ。一方で、市内の製造品出荷額は山兆円長に上り、大阪市などと、 並びに市日本を代表する工業都市としての顔も合わせ持つ。主要な地域としては、行政と観光の倉敷、重化学工業地帯のおひざもと、水島、学生部区ジーンズのメッカ、小島、貿易港と新幹線駅を有する玉島などといった地理や、歴史の異なる多様な地域で形成されている。倉敷市は1928年に、 つくぼ倉敷町の市政志向に伴い、初代の種が発足した。その後、1967年の初代倉敷市、玉島市、小島市の3市による新設合併に伴い、現在の2代目倉敷市が発足した。倉敷市中心部周辺の空中写真。2007年7月24日撮影の16枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。地域は岡山県の南中央部に位置し、西部を高橋川が北から南に流れ、瀬戸内海に注いでいる。平野の多くは干拓地や中石平野で占められ、小島地域を除き比較的平坦である。市内には小島、亀島山、玉島、津良島など、島のつく地名が多い。 それらの地域は元来、文字通り、島であり、干拓により、陸続きになって、今の地域が形成されている。山陽新幹線、山陽本線、山陽自動車道、国道2号が東西に横断し、山陰地方を結ぶ白尾線、四国を結ぶ瀬戸大橋も、市内を経由しており、交通、物流の結節点としての重要な地位を占めるに、至っている。 平成30年7月豪雨では、小田川の堤防が決壊、甚大な被害を出した。岡山三大河川の一つ。温暖で晴れの日が多く、雨が少ない瀬戸内海式気候に属する反面、高橋川による豊富な水資源の恩恵で、水不足になることは稀である。冬から春にかけては、中国大陸から流入する黄砂に見舞われることもある。また冬には、 積雪の観測される日も年に1から2回程度はあるが大雪は極めて少ない。太平洋高気圧に覆われる夏季には瀬戸内海沿岸特有のなぎが発生し35度を超える猛暑、酷暑となる日や熱帯夜になる日もある。また、瀬戸内海を隔てて南方に位置する線数百メートル級の急峻な山々が連なる四国山地により 台風が直撃することが滅多になく、直上を通過しても四国山地で勢力が弱められて、甚大な被害とはならない場合が多いのも特徴。大部分が、中石平野と干拓地である平野部は、河川や海の水面との差があまりない低地が多く、明治時代まで東西に分かれていた高橋川が、たびたび氾濫を起こす水害の多い地域であった。しかし、大正時代に、 用水路の整備とともに改修工事が行われ、現在の形に一本化された後は、大きな水害が少なくなった。近年の顕著な気象災害として、2004年の台風集中上陸による高潮などの被害、2018年の平成30年7月豪雨による、真備地区での大規模な水害が発生している。当市は、岡山都市圏に含まれ、岡山市とは、 人的交流に加え行政面でも密接な関係を持ち、全体的に岡山への通勤、通学者が圧倒的に多い。しかし、漁師は過去に県主導で行われた合併構想を破断にしており、かつて倉敷市は大官所が置かれた天領、岡山市は戸山大名の城下町であったという、中心地域成立の歴史的違いによる対抗心も根強いものがある。 なお、小島地域は、岡山市と同じ九尾全国。江戸時代は、岡山藩の支配下に置かれ、交通の便も岡山市の方が良いなどつながりが強く、本社の移転や最初の出店は岡山市内に構えることが多い。また、県境を越えて、西にある福山都市圏や瀬戸大橋を越えた対岸の高松都市圏との交流も少なくない。市内の地域によって事情は異なるが、 地理的な位置関係から JR、山陽本線、沿線の玉島地域、倉敷地域は福山、南の小島地域は高松への通勤、通学者もいる。香川県各地域の遠隔の詳細は、倉敷、水島、玉島、小島、小村、茶山町、船尾町、真備町の各ページを参考のこと熊野神社市内の最も古いとされる遺跡は、 紀元前2万年頃先時時代の和芝山遺跡で、この当時瀬戸内海は陸地であったと推測されている。1万年前に氷期が終わり海水面が上昇、6000年前までに海になった。なお、中津海塚、福田海塚、船本海塚などといった、学史的に著名な遺跡が多く存在している。最も早く村として形成されたとされるのが、 キビロの南に位置する現在の小畜北部で、この周辺はかつて、キビの津と呼ばれ、キビ国の海の玄関であったことから、紀元前100年頃の上東遺跡に、縦付遺跡や、大坊山古墳群、6世紀頃に土器を生産した、双子カ跡トに加え650年頃に作られた日、畑廃寺跡など多くの遺跡が集中している。現在の倉敷市一帯は3世紀から立領国になるまでは、 キビ国、アスカ時代のな世紀後半の人心の乱をきっかけに行われたキビ分割後は旧小島軍に含まれる地区が備前、それ以外は備中になった。備中国の中枢及び国府は共に倉敷市の北に隣接し、備中国分寺のある総社市に置かれていたと推測され、高橋川を隔てた西に位置するマビ地区一帯を拠点としていたキビ国の有力士族、 下津道市出身の木々巻が活躍したのは奈良時代8世紀後半頃である。倉敷地域の倉敷美館地区周辺は木々の穴海と呼ばれた内海に浮かぶ鶴形山と向かい山によって形成された鶴形島を起源とする。8世紀末、平安時代初め頃にはすでに陸続きになり、周辺はあち方と呼ばれる日形であった。10世紀中頃、 藤原住友の乱の後、小野義古が鶴型山に南に城を築き中世まで、小野氏が支配したと言われる。倉敷の名前が登場するのは近世になってからで、あるが、以前より、水夫の港が現在の戦争町あたりにあったとされる。水夫たちは、周辺で行われた数々の戦いに借り出され、水軍として活躍したと言われている。ちなみに、 中世の高橋川川口は、現在の水江、船尾町や内原、船尾町、水江付近である。小島地域は、紀び小島と呼ばれた、離島の西側にあたり、古事記や万葉集等に書かれた古くから、海上交通の要衝であったため、大和王県の時代に、三宅が置かれた。奈良時代に建立された熊野十二社権現の寺社地や、通り清掃の荘園等が存在し、 本州と四国を結ぶ中継地として機能していた。藤原住友の乱、原平合戦、藤との戦い、南北朝の戦い等に関わり戦国時代には政治軍事上の用地として豪族の争奪戦が行われるなど、たびたび戦乱の舞台にもなった。太平記に登場する小島光徳は当地の出身であるとする説がある。玉島地域の平野は、 江戸時代初め頃まで七島、柏島、乙島島の島々に囲まれた亀の海という内海であった。八島から道口一帯は亀の白と言われた天然の良好で中世から備中国の海の玄関になり古墳時代室町時代に島から亀山周辺で生産された末期という亀等の土器を出荷していた。また玉島旧市街地周辺の海は 万葉集で玉の裏と読まれ、場所は、源平合戦、水島の戦いで舞台になった乙島と柏島から、北に位置する七島に囲まれた一帯と推測される。和名類受賞によると7世紀の律令制によって、定められた、現在の倉敷市内にあたる、行政区域は大まかに次の通りとされる。括弧内は、近辺と推定される、現在の地名級。 野崎邸倉敷一帯の島々は、豊臣政権のご大老であった、浮田秀家が始めた監督が、江戸時代以降も続き、やがて、それらの島々が、陸続きになり、現在の平野が形成された。中でも小戸島に匹敵する大きさの木地島は、小島半島となった。江戸時代に入り爆反対成果ではかなり複雑な、統治がされており、場所によって様々な領地が入り乱れている。 天領である、倉敷大館所領のほか、備中松山藩、岡山藩、朝尾藩、丹波亀山藩、岡田藩他の大名領に加え、地業どころや自社領などがあった。天領になった倉敷旧市街は、高橋川と小島湾を結ぶ運河として倉敷川が作られ内陸の港町になり、1614年、備中松山城の城番で備中大館であった。 小堀正和が陣屋を構えた後、大官所が置かれた。その後、倉敷が商人の町として発展したのは、港の機能より年貢前の集積地としてであった。倉敷大官所は商人たちの自治を認め優遇したことで人口も増加し、領地は名目上5万国であったが、実質は10万国以上の領地を支配した。ちなみに、倉敷大官所は、 現在の倉敷アイビースクエアのある場所に置かれ、美観地区の倉屋敷はこれによって、富を得た商人の倉である。小島地区は、岡山藩の師藩である、天城池け支配のもと、古くからの産業である塩田に加え、周辺の神殿で栽培された綿花を使った旗織が、盛んになり、藩はそれらに、専売性を取り入れ財政の柱に据える。やがて旗織によって作られた製品が、 地場産業となり、真田紐や、旅尾といった、名産品を生み出し、繊維の町、小島の素地を形成していく。沿岸の港の内下追は、北前船の寄港地、田の口と下村は、湯河大権源と四国琴平群を結ぶ港として、繁栄した。玉島地区の亀の白は、備中松山藩藩主の水谷勝高、小州親子と岡山藩による干拓で、 瀬戸内海側に面していた、落島や柏島と陸続きになった。その後、水谷氏により高瀬同士と呼ばれる水路が作られ、下流の玉島神殿とあ崎神殿は、高橋川上流から高瀬船によって運ばれてくる、物資を北前船に乗せる、赤出港として発展した。やがて、玉島港として全国に知られるようになるが、1693年、 水谷氏断絶後は幕府に領地の多くが摂取され、備中松山藩領として残った羽黒神社周辺を除き、倉敷大館所、岡山藩、丹波亀山藩等によって細分統治された。旧倉敷町役場空襲後の水島市町村合併関連は、下記の地域の変遷を参照元倉敷市の名称は、全国的にも観光地として知られる。 倉敷美観地区の周辺一帯の旧地名、倉敷村に由来する。倉敷という地名は、中世に支配地の年具米や、高農物を領主へ送るために、周辺の支配地からそれらを集めておく場所であった、倉敷地に由来しているとする説が、地元の歴史家の間では有力とされる。倉敷村はかつて、倉敷地であったと言われている。倉敷地は、倉屋敷が立ち並んだので、 倉屋敷地が点火して、倉敷地となったと言われ、また、倉とは、船倉屋敷あるいは水夫屋敷のことを指すとも言われる。倉敷村が誕生したのは、戦国時代安土桃山時代の間であると言われ、蔵式、倉佑斗とも書かれることもあった。江戸時代に、幕府大官所が置かれ陣屋町となり、また、仏師の集散地になり、川港として栄えて、 豪商の蔵が立ち並び消化町として繁栄。現在の美観地区周辺の基礎が生まれた。なお、倉敷地は全国各地にあったが、倉敷市同様に現代まで倉敷地に由来する地名が残っている例がある。例えば同じ岡山県内の三正霞市林屋も戦国時代頃から倉敷村と呼ばれた。なお、こちらも江戸時代に天領となり、大官所があった。 1918年三朝の間郡倉敷町は、9号名の林野郷に由来する林野町に改名し備中の筑波郡倉敷町に倉敷の名を譲った形となった。現在も林野から吉野川下流の三朝市小瀬に、下倉敷という字が残っており、宇野バスが運行する路線に、下倉敷のバス停があるなど、倉敷地の名残は現在も残っている。 平成合併前の倉敷地域、明治時代に、軍役所が置かれた倉敷、味野、玉島の各村が、周辺の村々を吸収し、大規模河川や山地によって隔てられたこれらの地域が、それぞれ市政を敷地域を拡大してきた。昭和36年、三木岡山県知事が、岡山市、西大寺市、旧倉敷市、小島市、玉島市、玉野市、 旧層社市を含む33市町村が合併する、岡山県南100万都市建設計画が提唱され、協議会により全ての市町村議会において合併合意にまで至った。しかし、倉敷、岡山、小島の3市の市長は合併申請を行わず、高橋伊佐倉敷市長の失踪、そして3市の脱退と、三木知事の救世により結局実現には至らなかった。 100万都市合併構想が頓挫した後、自治省事務次官の救済案の提示により、岡山市を中心とする備前ブロックと旧倉敷市を中心とする備中ブロックの二つに分けて、各ブロックごとに段階的な合併する方向に方針転換した。その後、合併協議会に加わっていた旧倉敷市、小島市、玉島市が合併することになったがこの旧産、 市合併のきっかけになった理由は、岡山県南百万都市建設計画問題の発端ともなった水島臨海工業地帯が旧三市の区域内にあり、倉敷市水島、小島市、玉島市各地区の海や川など、当時の三市の境界線がぼんやりと定まらないところに臨海工業地帯の工場用地が作られたことで起きる いわゆる領有権争いが勃発することを避けた合併とも言われている。結果、現在の倉敷市は、筑波郡、浅口郡、木尾郡、小島郡と広範囲の地域に及んでいる。旧倉敷市、小島市、玉島市の合併関係は、それぞれの項目を参照倉敷市は、平成23年3月、都市計画マスタープランを策定し、その中で、 地域別町づくりの方針、地域別構想として、人口、面積規模が大きく一定の生活圏の広がりを有している本町及び水島、玉島、小島市所の各管轄エリアを、地域、先の4エリアより、人口、面積の規模は、小さいが身近な生活圏を担っている小、茶屋町、船尾、真備市所の各管轄エリアを、地区と設定。市内を4地域4地区に分けて、 町づくりの方針を掲げている。上記の8エリアの内倉敷、水島ワニエリア合わせて9倉敷地域に相当し、他のエリアは各市所管内が各旧自治体域に相当している。なお、8エリアの単位故障は場合や組織により変わることもあり、地域、地区と呼び分けずに、地域、または地区もしくは他の故障を統一したり、単位故障をつけずに呼んだりと、 弾力的に故障されている。またエリア分けも、組織などにより、複数のバリエーションがあり、例えば、四地区を、近隣の地域に含み、小、茶屋町を、倉敷、船を、真部を玉島に含むこともある。また他にも、倉敷と水島を合わせて、旧倉敷市行きという意味で、倉敷として扱う場合もある。市役所本庁倉敷市役所も、参照行政区域が、 倉敷、小島、多摩島、水島、小、茶屋町、船尾、ま人と八区分される。倉敷地区には本庁があり、残りの7地区にはそれぞれ支所が配置されている。また、小島、多摩島、水島の3支所は、総務課、税務事務所、市民課、福祉課、国保介護課、産業課、建設課等が設けられている。主要な組織のみ、 記載4月1日現在倉敷市消防局1990年代半ばまで、倉敷市は工業地帯や小島協定場等からの潤沢な収入により、地方交付税を受けない非交付団体であった。そのため、市役所をはじめ豪華な施設や過剰と思われるような道路を建設するなど市民から不評の声も少なく、なかった。人口増加も横ばい傾向にもかかわらず都市計画は、 見直されず、市街地のスプロール化を招き、下水道に代表される公共事業費が膨らみ財政を圧迫した。その結果、長引く景気の低迷による収入の減少に従い、地方交付税交付団体となる。現在は支出の削減に取り組んでいる。例えば、行政施策を3年のローリング方式により、毎年度見直しし、緊急を要しない事業の削減。 借金である資債の発行の抑制、施設の管理等の外部委託による市職員の削減などである。しかし、地方文献の一環による税減以上は刻々と進まず、地方交付税交付金の激減と資債の償還によって現在も苦しい財政状況にある。平成29年度当初予算総額356,776。 9 6 4四千円歳出から1億7524万3 7 9 0九十千円歳入から1億7524万3 7 9 0九十千円財政調整基金から1万千7 1 0百万円歳残高から1 7 2 8 1 4 4 7 9七九千円財政力指数マイナス0.865括弧内は前年比 公務省財務省厚生労働省、農林水産省国土交通省防衛省裁判所、倉敷中央病院ほか倉敷センター外商店街、天馬屋倉敷店、イオンモール倉敷三井アウトレットパーク倉敷一部の地区を除いて主要市街地が山や川で地理的に分断され独立しているため、それぞれの地区に核となる部分が存在する。ところが近年の車社会の影響で、 ロードサイド型の店舗が乱立し始め、それぞれの地区の核がなくなりつつある。特に、イオンモール倉敷の開業は、倉敷地域を中心に、市内各商業地域に深刻な影響を与えた。工業地帯と水島港を主な工業統計主な農業統計地区別の主な名産かつて、倉敷市は、イグサ栽培とそれを原料に畳みて花むしろの生産が行われ全国でも、 有数の産地であったが、現在は、わずかしか行われておらず、多くが、中国産等の輸入品によって、蒸気の二次製品が作られている。主な水産統計、主な水産物漁港、製造製造製造卸売、小売、商社運輸、通信金融サービスサービス太字は、上場企業太字は、上場企業倉敷市内において、2006年10月10日以降に、 車庫登録する車両には、倉敷ナンバーが交付されている。従前の地域名は、岡山であったが、いわゆるご当地ナンバー制度の開始に伴い、倉敷市などの同制度の導入により、変更されたものである。倉敷ナンバーは、倉敷市のほか笠岡市、茨城市、浅口市、浅口郡里町町、小田郡群柳町の三市二町にも導入されている。 川崎以下大学倉敷、芸術科学大学岡山県立倉敷商業、高等学校全日制定時制倉敷地域、水島地域小島地域玉島地域船尾地区ま備地区、倉敷地域水島地域小島地域玉島,島地域、船尾地区ま備地区独立行政法人高齢、障害、求職者雇用支援機構率効率供給個数4万9000個。 給水人口あたりの普及率99.91%、水道管理事業者給水事業体及び、供給地区処理人口あたりの下水道普及率80.6%市外局番は、倉敷 MA である。なお、マビ町については、2009年6月1日より、総社 MA から、倉敷 MA に編入され、以降、倉敷市マビ町と、総ャスとの相互通話は、 隣接扱いとなった。倉敷郵便局と郵便車 FM 倉敷の本社、スタジオ地上波テレビ局倉敷地域は、岡山本局を受信。それ以外の地域は、水島、小島、玉島、玉島南、総社、岡山北、西サ抜き等の各中継局を受信。CATV ラジオ局地方自然国主倉敷地域。 小島地域、玉島地域、船内地区、真備地区、をもなしない、観光地の年間訪問者数は地神社祭りの、祖隠居名家、名刺名物、郷土料理農産物工芸、工業製品倉敷市民会館倉敷酒芸文館、倉敷市立美術館大原美術館倉敷地域、水島地域、小島地域、玉島地域、真備、船内地区、岡山県倉敷スポーツ、公園野球場映画映画、 ロケドラマ小説漫画楽曲ゲーム。ありがとうございます。